モテットは、声楽曲のジャンルの一つ。一般的に、中世末期から、ルネサンス音楽にかけて、成立、発達した、ミサ曲以外のポリフォニーによる、宗教曲を指す。モテットという言葉自体は、歴史を遡ると13世紀以降に発展を始めた、世俗のポリフォニー歌曲に行き着くが、音楽学者は便宜上、アルスアンティカや、 アルスノバーの世俗ポリフォニーについては、ラテン語を用いて、モテトスとし、ルネサンス以降の境界ポリフォニーについては、モテットとしている。英語とフランス語は、綴りが同じだが、フランス語では、モテと読む。モテットの語源は、中世フランス語で、言葉を意味する、モモという語に遡る。これは、アルスアンティカのモテトゥスの特徴である、ポリテクストのことを指している。この、 もから作り出された中世ラテン語モテクトムモテクタムが次第に崩れてモテあるいはモテットという世俗語が生じた。モテットはルネサンス時代にミサ通常式文以外の宗教局全体を指すようになる。バロック時代になって地域ごとや宗派ごとの微妙な文化が始まった。ドイツのプロテスタント教会ではコラールを利用したモテットが作られるようになり、出世や社員、 ローゼンミュラーらがベネツィアから持ち帰った複合商用式が取り入れられ、バッハもこのタイプのモテットを盛んに描いた。一方、フランスでは、室内アンサンブルや管弦楽伴奏を伴うグランモテと、オルガンのみを伴奏とするプチモテが成立する。イングランドでは、アンセムやオードと呼ばれる類似したジャンルが成立した。ルター派教会でもラテン語によるモテットが作曲される。 ことがままあったのに対して、イングランドでは、国教会の影響のもとに、天礼音楽にも、英語の使用が徹底して推し進められ、それが、ジャンル名にも反映されることとなった。18世紀後半から、啓蒙主義やロマン主義の煽りを受けて、次第に、キリスト教が衰退する中、モテットも次第に帰り見られなくなる。しかしながら、そのような中でも、モーツァルトのアベベルム・コルプスは有名かつ、 重要な作品となっている。その他、フランク、ブルックナー、ブラームス、サンサーンス、フォーレ、スタンフォード、ボーン・ウィリアムズ、ディストラー、クレーネクなどがモテットを作曲している。近現代のイギリスやアメリカ合衆国の作曲家は、性公開が部分的にカトリック天礼を復興するようになると、英語だけでなく、ラテン語のモテットの作曲にも取り組むようになった。 ありがとうございます。